毎度、平田でございます。今日はね、まあ、普段使ってる、まあ、今まで使ってきた携帯電話の話でもしましょうかね。まあ、今使ってるのは、この、シャープのアコスフォン、まあ、スマホですね。まあ、あとタブレットですけど、まあ、僕が、こういうね、携帯電話のタブレット持ったのは、1998年。今から20年ぐらい前かな。でもその時はまあ携帯電話と PHS の2つ持ちでしたけどね。最初携帯電話持った時はそれでインターネットもたまに繋いでましたけども、でももう 2万ぐらいいったかな、下手して。でもう通信速度も遅かったもんで、このPHS を買おうと思ってね、名古屋の大須行った時にね、こんなの見つけちゃいますよ。そんなも、まあ今映ってますけどね、ドラえもんの形をした携帯、ドライフォンっていうわけで、ちょっとね、今、この携帯はまあ、見るからにね、ドラえもんの形してましてね、実はこれがまたね、ドラえもらえん、ですわ、もう。あ、これだ。普通の携帯はね、まあ、その時は、こうやってね、まあ、こうやって、普通の音しかならないんですけどもね、このドラえもんはちょっとね、面白い音楽になったもんで、ちょっとね、設定、うわ、充電中だとなんか設定がうまくいかねえ。よいしょ。このドラえもんもね、長期間保管すると電池がなくなってね、皆さん困っちゃって、もう動かないって方多いんですけども、僕はね、こういうね、音を聞くために結構残しててあるんですよ。もうこの、これでもわかるかな、もう。初期のドラえもんのね、これが主題歌ね。まあこれがね、あったまってかてかで有名な、今の主題歌でもあるのかな。まあこれはね、初代のエンディングですね。実はもっと驚くべき機能がね、あるんですよ。ちょっとね。なんだこれ、留守番電話の時かな。留守番の設定、どうやって選択するんだ、これ。ちょっと忘れちゃったな。また後取ろう。